いやー、あのイーシャンテンから長くてね、関ローピンとウッパーマンの受けが残っているところでね、そこから上がりまで結びつけちゃうんですからね。そもそもは関数ピンからですからね。始まりは関数ピンからですからね。これでも真似できないですよ。まずあそこ延べたんに受けて、その後ツモにかけてね、チーピンとローピンに変えて、さらにリャンピンに変えるんですよ。これはねできないですよ。まず6球盤のねテンパイをなかなか崩せないと思うんですよ。薄いと分かっていて、まあみんな連チャンしますね。本当ですね。萩原今の上がりで一気にトップに出ました。37,400点です。さらに親番が続く。これね多いだけ辛いんですよ。辛いです。自分の親だけ多分連チャンできない可能性が結構高いんですよね。よくあるじゃないですか、みんな連チャンしてんのに自分の親だけスッと流れちゃうみたいな。嫌ですね。ありますよそういう時。大体やっとイーシャンテンに育った頃にね、ツモとか言ってリーチって言って一回も積まれる前にもうね、準決勝思い出しますね僕のね。どれだけリーチかけてつも順来なかったんですから。ツモが来ないじゃないんですよ。積もれないじゃない、ツモ順が来ないんですよ。リーチ入れてはね、その同順にね、つばって嫌になっちゃいましたね。でもそれでも次こそはひょっとしてってやっぱ行くわけですか。もちろん行くんですよ。で次もやっぱりつもとかロンとかで全然つも順が来なかったの本当ね。だからね、長い戦いだったらちょっとリーチ控えようかなと、ポロッと出てくるのをちょっと待とうかなっていう作戦も取れるんですけど、スプリント戦だとね、もうそういうわけにいかないですね。もう追い出したらもう追いっぱなしですもんね。無知入れっぱなしで、入れっぱなしで。今回大井がイーシャンテンですけど、このカンパーマンが3枚生きてるのになかなかっていう感じなんじゃないですか。しかも誰もねあんまり使わなそうなパーマンなんですけどね。でもこれできたらあれですよね、ピンズ伸ばしてドラを使ってマンズは切っていきたいとこですけどね。スースをつもぎります。さっきレアンスを切っちゃってるんでね、しょうがないんですよ。マンズの伸びしろを残しとかなきゃいけないんで、数腕残してますからね、多いね。やっぱりカンパーマン当てにしてないですよね、どうにも信用ならないですよ。これでさすがに数番切るかな、それとも9番、カンパーマン嫌った。やっぱりあそこまで数番残すとね、やっぱりカンパーマンをね当てにしてたら大変なことになるなというのは、やっぱりそういう読みに素直に打ってますよね。形だけだと数番切ってしまいそうですけどね。これで数番残して正解か。手広い形になった。ただ滝沢、これドラだ。いやでも今のリャンピンのつも上がりで滝沢もちょっと慌てますね。慌てますよ。ちょっと想定しづらいですもんね。多いからリーチ。さあリャンワンの町です。これなんか上がれそうなリャンワンですよね。そうですね。まだ普通の状態であれば、上がれそうなんですけど、今のおじさんの状態だと何かこうカウンター食らいそうな。3枚残りですけどね。テンパイ即リーチに行きました。なんか何本で、いや滝沢がちょっと大いには確かにローソン通りやすいんですけど、もう次多分もう嘘打つんじゃないですかね。怖がってないですよね、もう思いっきりよく言ってますよね、自分ドラドラ。次親があるからどうするね、大井さんに打つ分にはいいよというような。さあ萩原もこれどうするか、体勢に影響なしと思ってるんでしょうね。大井が弱ってるの分かってますからね、ただ3万はちょっと打ちづらいところではありますか。そんなことないか、どうだろう。やっぱり9番7番の切れでサブローはね多少ありますよね、打ちづらいね。さあこれでテンパってローワンとナンのシャンポンです。勝てないね。勝てないで結果まだ見てないもん。そうですよ、失礼なこと言ってますよね。いや普通はリャンワンでいいんですよ。大井がザクッと積もるかもしれないじゃないですか。勝ち目があるんですよ。枚数的にはでもこれ同じ枚数ですよ。あらららら。今日はやっぱり滝沢がいい。いいですね。こんなことだったらリーチにいっとけばよかったとか思いませんか。思いますまあただね、どうなんですかね、ローマンに例えばウーマンくっついて現物待ちになったら、またこれもダマですよね。まあ、チーマンくっついてローマン出るときだけリーチとかそういう感じなんじゃないですか。とりあえず現状出上がりできるわけですから、そうですね、はい。